フリーアナウンサーの有働由美子は日本放送有働のラジオに出演しました。彼女は先月放送された日本テレビ系24時間テレビについて話しました。有働は女優の芦田愛菜と俳優の小泉孝太郎と一緒にチャリティーパーソナリティを務め、また東アフリカのウガンダでのロケ VTR も放送されました。有働によると、このロケは世界の果てまで行って Q のスタッフが制作し、かなりバラエティ寄りの演出がなされました。彼女は現場で番組内容についてクレームを入れましたが、スタッフの態度は固く、結局かなりポップな仕上がりになったそうです。有働は番組終盤に予定されていたロケ VTR についても言及し、自身が何度も締めの VTR は違うと主張したことや、ロケ中のエピソードなどを回想しました。また彼女は